活躍した、イギリスの建築家。都市計画家。当時、ロンドンでは唯一人の宮廷都市計画者、サーベイヤーでもあり、同時代のピクチャレスク運動においても活躍した。ランベスの水車大工の家に、ロンドンで生まれる。父はジョンが8歳の時に亡くなり、以後は、ウェールズ人の母に育てられる。1767年から1778年の間、 ロバート・テイラーの下で見習いとして働く。やがて独立資金として、おじの遺産が入り、独立を果たす。一族でもとあったエゴ圏を再建したのが建築の諸女作になる。1780年までは、ロンドンでは、当時珍しかったスタッコ仕上げの住宅を建てていた。1783年に一旦破産し、離婚を、経験。 1795年までは、ウェールズで、隠居生活を送っているが、その間にもカーマーゼンの極者を設計している。あと、再起を起して、ロマンティシズム運動によって、ロンドンに戻った後は、縦売り住宅作家として、再出発している。風景式庭園の造園家、ハンフリー・レプトンと組み、彼と、東西風の郊外住宅の設計活動を展開した。 こうして1795年頃までには、レプトンと組んで、ゴシックやイタリア風のカントリーハウスを設計していく。この頃の代表作に、1802年、サロップ州のクロンクヒル邸宅などがある。1798年にはジョージ4世の愛人と、召される人物と再婚し、1811年に、 王室所有地エステートの開発を依頼され、ロンドンのリージェンツパークトリージェントストリートの設計を1825年までに手掛けた。1813年から開始したリージェンツパーク、リージェントストリートの計画当時はすでに61歳であったが、計画のすべてを遂行する情熱と能力を維持し続け、将来の田園都市を彷彿させる緑豊かな住宅地と、 格調高い大通りを出現させ、人気中に、その計画を完成させた。パークの外周には壮大なスタッコ仕上げのファサードを、持った宮殿のように華麗なテラスハウスが並び、点在する広場や緑地を取り囲む形式で、コテージ風ビラを配置した。一方、リージェントストリートには住宅を置かず純粋な、商業地として設計した。1830年。 ジョージ4世が死去した。最大の支援者を失ったナッシュは、引退を決意し、イングランド南部のワイト島に隠居した。ジョージ4世は浪費家として、極めて評判が悪かったため、ナッシュの評価も当時は高くなかった。このため、ナイトなどの称号を授与されることはなかった。1835年、浪水のため83歳で亡くなった。 同時代のジョン・ソーンとは、正反対で、自信家で融通が利き、社会的に成功したが、芸術的には、保守的で、手先が器用で、細部には、むしろ応用だったが、大きなスケールの建築が及ぼす、全体的影響には、本能的に精通し、またも、ソーンと異なり、彼は、室内空間よりも、むしろ外観の建築家であったとされる。 そのキラピアかなまでの様式の羅列と不規則な平面、およびシルエットにより、これらの建物は、建築におけるピクチアレスクを要約し同じく、自由と儀礼のピクチアレスクな結合というのが、残した偉大な作品の評価であるナッシュの作品は、膨大な数に上り、その様式も多彩である。ラベンスワース上の上郭風ゴシック。 ブライトンのロイヤルパビリオンのインド風と中国風、さらにアイルランドのロッキンガムの古典主義から、ブリストルのブレイズハムレットといった草屋根の小住宅も設計した。多くの建物がイギリス指定建造物1級、または2級に指定されている。ありがとうございます。